出口鬼三郎霊界物語の鷹姫についてです。物語には当然ですが主役がいます。この主役に魅力がなければ話になりません。そしてこの主役をより輝かせ、物語をよりドラマチックにさせる存在が悪役。強烈な悪役のキャラが物語を一層盛り上げることは間違いありません。中には主役を食っちゃうような超強烈で魅力的な悪役キャラがいます。アニメでそのことを見てみれば容易に理解できるでしょう。例を挙げます。ラオウ、北斗の拳、ディオブランド、ジョジョの奇妙の冒険、フリーザ、ドラゴンボール、ベジータ、ドラゴンボール、シャア、アブナブル、機動戦士ガンダムなど、もちろんまだまだたくさんいます。とても書ききれないぐらいいます。皆さんもそんな悪役キャラをそれぞれすぐに思い浮かぶでしょう。もしこれらの悪役がその物語にいなかったら、その物語はそれほどヒットしたのかとさえ思えてきます。逆に言うと、強烈にインパクトのある悪役キャラが物語にいると、物語は俄然面白くなり、作品は人気が出てくるのです。出口鬼三郎の作品である予言書霊界物語、霊界物語に登場する最悪最強の悪役が鷹姫。この鷹姫、何から何まで強烈です。普通物語の登場回数が一番多いのは主役です。当然です、なんせ主役なのですから。しかしこの霊界物語、主役のスサノオより圧倒的多く登場するのがこの悪役鷹姫。もはやですね、これでは霊界物語は悪役鷹姫が主役なのかと思えるぐらいです。そんな鷹姫とはどのような存在なのでしょうか。鷹姫は占い教という悪徳宗教の教祖、スサノオを異常なまでに敵視して自分こそが本物であると主張します。ズバリ鷹姫の正体は、支離滅裂な教えで人々を幻惑させ悪の道に引きずり込む偽救世主。鷹姫は50代の女性ということになってます。まあ人生中盤以降の年齢ということでしょう。体はぼっとり肥えて、おたふく顔、出っ歯で歯が何本か抜けています。顔は真っ白に濡れてたらいています。お白いを塗ってるということです。鷹姫は子分を連れて世界中を駆け巡ります。その目的は玉を手に入れるため、神力の宿る玉を手に入れると世界を手に入れることができるためです。鷹姫の性格ははちゃめちゃです。主張に一貫性はなく、疑い深く、負け惜しみが強い、おまけにへりくそを並べる。感情の起伏、喜怒哀楽、好き嫌いが激しい。しかし不思議と憎みきれない鷹姫、時折反省し改善します。残念ながら一時でまた秋に戻るのですか。少し愛嬌を感じるのは、なんかコミカルに鷹姫が描かれていることにもよるでしょう。霊界物語は予言書だから、未来におけるノンフィクションなのです。したがって鷹姫も象徴的に描かれている実在の人物ということでしょう。今の世の中で鷹姫を当てはめると、誰を思い浮かべるでしょうか。鷹姫の正体は一体誰なんでしょうかね。